沖の城は、道の区国名取郡、群、現在の宮城県仙台市若林区沖の七丁目に、あった、中世の日本の城である。不明の点が多いが、16世紀末に廃止された。東西約400メートル、南北約300メートルの範囲で、20の土塁と20の水号を巡らせていた。城跡は、仙台平野を流れる広瀬川の荒廃湿地にある。 現在の地理では仙台の中心部から南東に9 5トル、広瀬川から北東に3トルで霞の上飛行場の南に接する。現地には館、館西、立ち南の地名がある。江戸時代に作られた仙台領古城所上に四方百0軒とあり、20世紀半ばまでの集落全体に相当するところが城の範囲ではないかと思われる。 東西約400メートル、南北約300メートルである。1970年前後の仙台領内古城、館によれば、北西部に土塁と溝の跡が断続的に残り、土塁跡は北西端で二重になっていた。残存土塁の高さは内側で最大約5メートル、外側で最大1.5メートル。二重土塁の間の堀は約10メートルあった。以前は、 外側土類の外にも堀があったと伝えられていた。このうち北辺のものは1985年の調査時点でも土類上の高まりと堀跡らしき、くぼみとして残っていたが、西寄りの方は崩されてしまった。この発掘調査では、北西端に並行して走る溝2本が見つかり、内側と思われる溝については直角で交わる、北西端も判明した。発掘調査されたのは、 内側の溝の西辺の2箇所だけで、上端幅5.9から8.0メートルで、下端幅1.4から1.6メートル、深さ1.9から2.3メートルで、壁の傾きは約45度あった。地表に残る土イとくぼみの延長は、この北西端につながるようである。遺物としては、1985年の調査で、中世の陶器の小破片2つが見つかった。 城郭内部の調査がないので、創建の時期は不明である。仙台領内古城、館は、阿波の大前の出城とする。阿波の大前は、戦国末期に、伊達政宗に従って、名取軍北部を支配した国人領主である。天正18年に、阿波野氏が領地外になった時、廃城になったと考えられる。近世には、沖の館という集落があった。 1970年前後に、市藤正隆が、仙台寮の上官調査の一環として、実地見分し、土塁と溝の跡を確認した。1985年に、城の北西部を宅地にすることになって、仙台市教育委員会が調査を実施し、土塁と堀の跡を発掘した。その後1992年の調査のほか、2013年までに16時に、渡る調査が行われ、 方形に館を囲うと推定される、堀以降を検出している。ありがとうございます。